ちは。今日は7月24日水曜日、またフィールきっと来てるので編集をしていきたいと思います。21日日曜日にMK ディスタンスがあって、中2日での練習なんですけど、ちょっと、月曜日ランニングをなしでレストにした代わりに、1時間みっちり筋トレをして、その疲労が残ってる感じで、ちょっと今日の練習どのぐらいできるかなってところなんですけど、今日は3分20秒で、8000m ペースをやりたいと思います。これが、どういう効果があるかというと、まあ、速いペースでも長く走れるようになるっていうような練習になってます。今回のこの3分20秒のペースっていうのが、まあ、だいたい5000の目標ペース、設定ペース、自分の自己ベストから、1000m でプラス20秒ぐらいは一般的に、その人の行き地と言われるところになってます。まあ、そんな感じで今日動画やって、練習やっていこうと思います。